K-1 王者、次なる頂を目指し新たな船出。キックボクシングで2団体のベルトを巻いた男は20連勝中の絶頂期で引退を表明。新たな目標に向かうことを決めた。ずっとチャンピオンで続けるより新しいことに挑戦したいなっていうのもあって、はい、ボクシングで来ました。元 K-1 王者武井義樹24歳。蹴りがあった分、蹴りから攻撃のコンビネーションを続けられたり、いろんなバリエーションあったんですけど、まあ、パンチしかないので、まあ、その分攻め方ってすごい限られたなって感じてます。ボクシングの方が難しいなってすごい感じてるんですけど、でもやるからには世界チャンピオンを目指して、はい、頑張ります。久々にチャレンジャーっていう気持ちで慣れたので、もうすごいワクワクしてます。元 K-1 チャンピオンがボクシングでどこまで通用するのか、そういうところを見てもらいたいですね。これから 54.5kg 契約6回戦が行われます。画面右、赤のグローブが武井、青のグローブが高井です。54.5kg 契約6回戦第1ラウンドが始まりました。赤のグローブ、サウスポースタイルが武井義樹、今日がプロデビュー戦です。そして青のグローブが中日ボクシングジム、高井です。さあ、この試合の解説は川島宏さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、注目の一戦になります。どんなところを注目されていますか？そうですね、まあ、キックのチャンピオンはね、ボクシングでどのようなボクシングを見せるのかっていうことを注目しますけどね、はい、リングの中央には赤のグローブ武井義樹です。今日がプロデビュー戦、ここまではキックボクシングを主戦場として戦っていました。八重樫明トレーナーとともにこのプロのリングデビュー戦を迎えています。一方で青のグローブが高井和則、ここは今日がプロ17戦目です。右の鋭いリードを放っていきました武井、左のフック大きく放っていきます高井、距離を詰める、左のボディから右フック、4発続けていった。さあ押し込んだ、さあ手数が増えてきた、武井のコンビネーション。さあ畳みかけていくのか、詰めが早いですね。右アッパー、左ワンツースリーフォーをつなげていきます。連打をつなげていきます。左フック、左のカウンター、はい。さあ、ここも近い距離プレッシャーをかけるのは武井、左のアッパー、右フック、さあロープを背負わせた、手数を増やしていきます。左フック、川島さん、はい、第1ラウンドで決め切りました、はい、まあ物が違いましたね、はい。まあ、このリングに慣れてるというか、はい、まずその勝負感が非常にありますね。そうですね。あとパンチの鋭さいかがでしたか？もちろんその左アッパー、右フック、左ストレート全部切れてましたね、パンチが、はい、やはりパンチには定評がある。そして当て感も、まあ、当て感いいですね、はい、非常にいいと思います。このようにロープを背負わせて右フック、そして最後も左につなげていきます。最後左のカウンターですよね、はい、うまく入りましたね、はい、的にも1ラウンド1分43秒。テクニカルノックアウトによって勝利者が当たるコーナー、アテイプロデビュー戦第1ラウンド TKO 勝利を収めています。ありがとうございます、はい、ボクシングファンの皆さん、はじめまして、K-1 から来た大橋ジムの武井です。ありがとうございます。キックの世界チャンピオンとはいえど、やはり勝手が違うと緊張もあるんじゃないか、そんな想像もしたんですが、そのあたりはどうだったんでしょうか？
そうですね、まあプレッシャーはありましたよね。やっぱりしっかり勝たなきゃいけないっていうプレッシャーと、やっぱ皆さんに期待してもらってるっていうのはすごい本当に感じてたので、はい、プレッシャーありましたけど、やっぱそれは力にできたんで良かったです。僕はボクシングにチャレンジしに来て、まあ、僕は挑戦者なので、はい、ボクシングでもベルトを巻きたいなって思ってこっちに来ました。はい、まあ、K-1 チャンピオンが、まあ、もしボクシングチャンピオンになれたら本当に歴史に残るような選手になれると思うので頑張りたいと思います。今日が 3.11 から10年で、僕が今日デビューできたのはきっと何かあるのかなって、まあ、僕はそんな大したことないんですけど、まあ、これからこの初めてこのデビューした日が 3.11 ってことは、まあ、これからはやっぱ日本を背負えるような選手になっていきたいなと思ってます。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。見事なデビュー戦の勝利でした。武井良樹選手でした。おめでとうございます。改めてインタビューを聞いて、どんな奥さんになっていってほしいと思いますか？いや、もちろんね、世界チャンピオンになってほしいと。当て感も非常に良かったですね。見事、武井良樹プロデビュー戦、華々しいプロデビュー戦を飾っています。